おはよう。バガプレゼントありがとう。俺も寝てない。このまま仕事行くわ今日は。早いわけじゃなくて、俺も寝てなくて、で今日このまま仕事行こうと思って、でね、にちゃんとか見て時間潰してたんだけど、このまま仕事行ったら配信ね、帰ってきたら仕事から帰ってきたら寝ちゃうから、まあ、配信やるなら今の時間帯だなとか思って。はい、ワード2、なめだるまいらっしゃい。おはよう。おはよう。いさきちゃんおはよう。はい、ワード2、もろいらっしゃい。いらっしゃい。なんか体重が増え続けてるんだよな。政治とか興味あるんだ。なんか
前の枠でずっと質問してたよね。あれじゃ見た ?76 キロはさすがに。太りすぎや。おはよう。わかんない。BMI わかんない。あ、ヒロさんはどつ。どうも。そうですね。このまま仕事行こうと思ってますね。終わるっすね。まあでも起きたの夜中じゃなかったかな。うん。夕方か。夕方だったんで。まあ。仕事行くしかないっすね。適正体重65とかじゃないかな。BM。はい。仕事は何時だっけ ?10 時半からっすね。10時半からっす。BMI が肥満度1だね。うん。適正体重より 11.67kg 多い。64キロが適正体重だって。彼女後ろに寝てる。少し痩せた方がいいっすね。11キロはこれはひどい。うん。これはちょっとひどいね。少し寝た方がいいんじゃないか。うん。少し寝た方がいいっすかね。まあ、作業所って言って、障害者が働くところで働いてますね。作業所ってやつっすね。血液検査はまあ多分大丈夫だと思うけど。やってないかな。多分大丈夫だと思う。もうだから今 BMI 測ったら、今体重76なんだけど、適正体重より11キロ、 11.67g 多いって書いてある。10時半から4時半、4時じゃなくて3時45分ですね。4時間勤務し、4時間ですね。休憩、昼休憩1時間と、15分休憩が1回入るのかな?うん。あるよ。ツイッター見てもらえれば。ツイッターに。仕事内容は、僕は、アニメーション作ってますね。あと、LINE スタンプとか、キャラクター層も企画構成全部やってます。T シャツ売ったりとか。アニメーションキャラクター、僕が絵描いてるわけじゃないんですけど、企画を作ってで描いてか、アニメイラストレーターさんが絵を描いて、で僕はそれを売るっていう。あ、僕彼女いますよ今。うん。
長いの。働き始めてから3ヶ月ぐらい経つかな、もう。え？少し潜る？はいはい。たくみさんはずつ、なおちゃんはずつ、えみちゃんはずつ。いや、女の話、いや、1ヶ月ぐらいかな。うん。もともとリスナーさんで、で、オフ会で初めて会って。で、まあなんか、彼女の家遊びに行くようになって。うん。最近っすね。いい彼女ですよ、本当に。旅で福島来た時に和道さんグッズぜひとも買いたいです。高いよ。3種類作るけど、高いよ、俺のグッズ。3種類じゃないか、4種類か。俺のグッズは高いよ。てか、お腹張っててすごい苦しいんだけど、どうしたら治るかな。なんでお腹張ってんすか、ヒロさん。あれな、なんか食い物で張ってんのか、臓器が腫れてるのかで、だいぶ違うんじゃないですか。なんでお腹張ってんだろう。いくらぐらい？あのね、ピンバッジ1個で3500円で今考えてて、このネックレスは6500円。で、ピンバッジの種類が3種類。食いモード張ってる。ああ、もう時間経つの待つしかないですね。時間経つの待つか吐くか。俺吐くのあんま好きじゃないけど。食いモード大事にしないと。食いモードは命だからね。だから、次気をつけるって感じですね。あ、そうなんだ、エミちゃん。長いなよ。長いな。いいね。ネックレス。うん。ネックレス何個ぐらい作ってこうかな。一回旅に出たらね。一回旅に出たらあれだからな。のんた笑顔になってる。そうだな、付き合いたての頃の笑顔が忘れらんないけど、やっぱりその心のバイオリズムがあるから、俺は笑顔見たいと思って頑張ってるけど、のんたんの笑顔はめちゃくちゃ可愛いよ。ネックレスが欲しい。作るよ。何個くらい作ろうかな。どれくらい履けるんだろう。ネックレスは結構できいいよ。かっこよく作れてるよ。あ、落ちちゃってました。お帰りなさい。サーバー調子悪いのかな？あ、いや、なんて言ってた。まあ、次気をつけましょうっていう。食べ過ぎなんで、どうしようもないんで、もう耐えてくださいっていう。次食べ過ぎないように気をつけてくださいっていう。それしか言えなかったですね。
時間経つの待つしかないっすね。うん、多分ないと思いますよ。食いすぎ。時間経つの待つしかないと思う。肉がっつり食いたいな。しゃぶしゃぶかなんかがっつり食いたいね。マッサージとしては楽にならないと思いますなんないと思います。下手に動かない方がいいと思いますね。もうゴローンって横になって30分ぐらい経つの待つしかない。糖質制限ダイエット俺企画でやって3週間で10キロ痩せたね。すーげー辛かったね本当に完全な糖質制限ダイエットだから、どれくらいだったろうな、1日多分 20g 以下だったと思うけど。あ、これはクッキーだね。マカダミアナッツとチョコレートのクッキー。いや、もう横になって嵐が過ぎ去るのを待つのが一番いいっすよ。糖質制限ダイエットね。もともとリスナーさんで体重140キロだか170キロだかから70キロまで落とした人、だから体重60キロぐらい1年半で落とした人がいて、でその人取材して、で自分でも試したんだよね。あ、僕ギャンブル最近やらないですね。生活保護なんでやっぱりギャンブルは良くねえだろうっていう判断で、僕は生活保護の間はギャンブルやまらないって決めてますね。で、競馬は一回もやったことないかな。競馬、競輪。あとなんだろう。競馬と競輪とか。要はなんか、ああいう系やったことないですね。うん。スロットとかパチンコは結構ハマってた時期はあるけど。日本人は米だから食べたいですからね。偉いかどうか、なんか、偉いか、偉いのかな？偉いとかじゃなくて。まあ別に、生活保護で競馬やってもいいと思いますけどね。合法なんで。最近法律でもう3点方式は合法って決まったんで。そう。生活保護で競馬を禁止するぐらいだったら、競馬とかギャンブルを禁止するぐらいだったら、ギャンブルそのものが違法なんだから、そっち側をなくせっていうのが僕の判断ですね。いや、違う、そういうね、倫理的な話じゃないですよ、ヒロさん。単純に金がねえからやらないって話です。うん。金がないからやらないっていうだけです。本当に。別にやってる人がいても何にも思わないです、僕は。うん。別にやりたけやればいいっていう。合法なんだからっていう。そういう感じですよ。別に倫理的な問題とか全然僕は縛られてないんで。はい。ギャンブルは勝つもんじゃなくて、俺は負ける美学だと思ってて、無駄金をいかに使うかだと思ってるんですよ。だからギャンブルは負けに行く、要は散財をする、それがギャンブラーだと思ってます、うん、あー YouTube 見てたんだ、ありがとう。戦国の花さん登録してくれた？もしよかったら YouTube 登録して。カジノ法案はいらない、うん、いや俺カジノ賛成だけど、日本人にもやりたいけどな。カジノ、なんだっけ、インディアンポーカーじゃなくて、なんだっけ、なんとかホールデムだっけ、忘れちゃったけど、あれ好きだったから。グッズ高いけどクオリティ、あー、6500円の方見ますか。うん。ピンバッジはまあ普通のピンバッジですけど、ピンバッジは、3500円か。で、6500円の方は、僕が今身につけてるのが、これ、テストで作ったやつで、こんな感じですけど、はい。金属。裏側は金属で、で、こういうネックレスですね。見えるかな？僕のロゴマークが入ってるんですけど、まあ、僕のツイッター見ていただければ、リスナーさんに届いたやつ、リスナーさんが写真アップしてるんで、うん。昔マー君とかいた、うん、こんな感じです。見えます？これが6500円のネックレスですね、はい、まあこれが販売してるやつですね。
まああれはアミューズメントってことになってるね。ぜひとも欲しい。あ、買ってください、ぜひ。いい商売してるな。なんか、なんかグッズに関してはこだわりがあって、ずっとステッカーとか売りたくないって言ってて、T シャツとか。なんでかっていうと、僕ミュージシャンだったんですけど、なんだろう。本人が着てないものを着たくないじゃないですか。なんか、俺が着けたいものを、俺が着けないのに、それをファンに売るっていうのはダセーって言ってて、俺はステッカーなんか別にいらないって言ってて。で、じゃあ自分が欲しいものを作ろうってなって。で、すごいこだわってデザインを一から全部作って。で、気に入ってるんで、まあ、これはいいかな、みたいな。一回会ったことあるんですか？どこで？ヒロさん。どこで会ったんですか？昔から知ってました。交番に行った YouTube とか見ましたよ。あ、そうなんだ。うん。ネックレスはどうやって買えるんですか？あ、リア凸ですね。基本的には。うん。え、コーラと来たの？嘘。コーラと言ったっていうか、え？覚えてない。え、どっちの方？東新宿のコーラと一緒に店やってた時の方ですか？あの、ね、バーカウンターがあってボックス席があるタイプの方。じゃないのかな？それともカウンターだけの方かな？どっちなんだろう？覚えてないわ、ごめんなさい。働きたいって言った。あ、マジで？へぇー。あ、覚えてないわ、ごめんなさい。マジか。あ、そうなんだ。ありがたい。覚えてないです。申し訳ない。戦国の花さん、フォローありがとうございます。申し訳ない。正直に言わないとね、ここでね、分かったふりとか一番ダサいと思うから。結構、がっつり会ってれば、がっつり会ってがっつり話してたりとか、関わり持ったら絶対忘れないけど、あ、どうも、ありがとうございます。エコーかけるんですよ。エコーかけるんですよ。あ、そうなんだ。会ったことあるんだ。顔見たら思い出すかな。コテハン同じですか？その時。なんか、リルオラと、コーラが連れてきたのを覚えてるのは、リルオラと、あとなんだっけな、ボイスパーカッションがめちゃめちゃうまいイケメンの男の子がいて、すごいなんか、ポッツパーツクポッツパーとかずっとやってて、すげえとか思って。リルオラは確かラッパーだよな。コテハンはゴッド。あ、覚えてないわ。ごめん。マジごめん。その二人かな、覚えてんのは。あと、ニコ生の生主。見た目ヤクザやんって言われた。嘘。あ、また来てください。ありがとうございます、戦国の花さん。また来てください。まあ見た目ヤクザだったんだろうな、多分。
マジであれだな、保証がない仕事だからさ、配信業。稼げるとき稼げねえとな。もうこれでずーっと食ってくっていうところまで突き詰めないと。ラッキーパンチじゃ通用しないからね。配信がいつ、配信自体がシャビになるかどうかもわかんないし。配信はなくなんないだろうな。配信と動画はなくなんないとは思ってるけど。マジで突き詰めていかないとね。そういえば、海老蔵さんってやってなくない？海老蔵さん引退したの？最近海老蔵さん見ないじゃん。マボさん、おはようございます。どうも、コメントありがとう。面白かったらフォローしていってください。朝早いね、みんなね。うまいよなこれ。ロハコ51銭ってマジな、マジマジマジっすよ。多分52になったんじゃないかな、もう。うん、僕の20個上なんで。うん、若いっすよね。うん、若い。見えないよな。ういっす。腰つべ落ちってなんだろう。
うっす。おぉ、ブルさんアザース、来たこれ。坂も吠えてるぜ。さすがブルさん、おはようございます。朝早いっすね。ブルさん顔さ、ほんとさ、浅井さんも言ってたけど、あのほんとさ、噛む顔してるっていうか、面構えに出るじゃないですか、稼ぐ人とか成功する人って。いい顔してるんで、あのサムネ載せた方が今の感じのかっこいいっすよ。経営者っぽい顔してる。タバコ、なんか男らしい顔っつうか。あざっす。男はね、あの生き方がね、面構えに出るからね。YouTube すげえ伸びてるな。ワドウさん、ガチャヒロさん、ワドウさんいらないよ、ワドウでいいよ。ワドウの配信見てるとワンタロウくんはまだまだですね。キャリアが違うもん。うん。ぶっちゃけな話、なんだろう。俺の1割の力で、ワンタロウの100の実力ぶつけても勝てるね。あのね、配信ってね、実はね、スキルじゃないんだよ。みんなトークスキルだとか、なんだかんだって言うけど、実はそれはリスナーさんの視点だからそう見えるだけなんだけど、全然違う。今日も11時から仕事だから潜っておきます。あー、風船ありがとうね、エミちゃん。うん。ゆっくりラジオ代わりにして聞いて。うん。だから、その、若いうちにしかできないことっていうか、自分にしかできないことをやらないとダメなんだよ。
ぶっちゃけた話も、今なんて、正直言うね。ごめんね。超手抜きなの。いや、まあ、手抜きっていう言い方は違うな。極限にリラックスしてる状態なんだけど、実はその、配信って、メンタルとの戦いだったりするの。だけど、その、正直、あ、今日人が集まらないとか、今日コメント盛り上がらないとか、あるんですよ。その客層とか言うんだけど、あの芸人さんとか今日の客層どうとか言うでしょ、舞台とかだと。それと全く一緒で、その、ぶっちゃけた話、来る人によって変わるんだよ、トークの内容って。モチベーションもノリも変わるの。もちろん自分で、自分が目指す配信のピークっていうか、その、そこまでモチベーションを上げていかないといけないんだけど、それは訓練だよね。だけど、あの、ワンタロくんの場合はまだノウハウがないわけだ。うん。だから、フルパワーでやらないといけないの、彼は。まあ、コッペっていう男の子もいるんだけど、コッペもそうだよね。だけど、ある程度その経験があったりとか、ふつふつと湧き上がるモチベーションみたいなものがあると、結局、その、リラックスした状態っていうのかな。力を、その肩に10乗ってる配信じゃなくて、1の配信でも、それをね、見せる、聞かせることができるんですよ。だから、正直言うと昔の、そうだな、半年ぐらい前の俺だったら、焦ってたと思うの。その、コメントがない日とか。もう今は、そのスタイルすごい変えて、要は、まあ、例えばライバルの闇将軍とかが人集めてたり、コメント走ってたりするとブレてたんだよ。向こうの方が盛り上がってるっつって、萎えちゃうんだよ。喋れなくなっちゃうのね。今全然気にならない。うん。だんだん自分の中で、なんつうんだろう、和道流配信術ができてきてる。うん。その、大手の言ってる意味がだんだん分かってきた。うん。リラックスしてますね。手抜き状態だと思ったら、花火投げたらどう反応するか知りたかった。いや、まあまあ、あのね、なんて言うのかな。手抜きじゃなくて、もうライフワークだから、俺の中で、配信は。なんか、結局、その、リスナーさんとの関わりなんですよ。関わり方。その、出会い方だと思ってて。で、結局その、なんて言うのかな。それは、おごり高ぶって言ってるわけじゃなくて、結局その、いろんな和道が見てみたいわけじゃないですか。配信者さんは、リスナーさんは。配信者がどんなのかっていうのが見たいわけだから。だから、ありのままにやるっていうことをすごい心がけてるんですよ。見栄を張らない。大きく見せようとしない。そうじゃなくて、今の調子悪くても、調子が良くても、乗っかってても落ち込んでても、今の自分、そんな、禅みたいになってきてますね。禅問答みたいになってきて、で、だんだん掴んできたんですよ。本当に。うん。そう、今の自分の気持ちをありのまま表現することによって、そこにね、多分、素直さみたいなものが宿るんだよ。素直さってすごい共感できるんですよ。多分、正直とか誠実さとか素直さって、実はその、フォローしてもらうのにすごく大事なことなんですよ。だから、最近の、ここ1ヶ月2ヶ月の、まあ、ふわっち来てからの俺って多分、変な意味に捉えないでくださいね。多分素直にやってると思うんだよね。自分の気持ちに正直にありのまま。ダメなところはダメ、いいところはいいで、自己評価をあんまり上げすぎてないっていうか。そんな感じかな。日常的行動に見えた。もうライフワークですね。正直言うと、配信やらないと、他のことがうまく回らないんですよ。その、なんて言うんだろうな。ご飯食べてないとか、オナニーしてないとそわそわするじゃないですか。ご飯食べなかったりとか。なんかそういう感じに近くなってて、なんだろうな。その落ち着かないっすね、普通に。ある程度その、リスナーさんどれくらい増やそうとか、今日はいくらぐらいアイテムいただこうとかっていうのは頭の中にあるんですよ。で、ぶっちゃけた話言うと、それを常に上回ってるんですよ、今。自分の想像してたよりもスピードが加速してて、で、その自分の想定した目標よりもいい結果、いいパフォーマンスができてるから、なんかね、そわそわしますね、そこは。初見通ります。星さんいらっしゃい、コメントありがとう。面白かったらでいいんでフォローしてください。
まあそれはね、どんな仕事でも、仕事やってる人だったらさ、自分のビジネス持ってる人だったらそうだと思うんだけどね、3年半ずっとそのね、配信っていうのに携わってきて、ほぼ毎日だよね。最近は休む日とかも多くなってきてるけど、のんたんと過ごす日とか増えてきてるから、でもまあほぼ毎日 2,3 時間やってるわけですよ。初期の頃は12時間ぐらいやってたんだよね。ほんと飯一個も食わないでつけっぱなしで12時間喋り続けてるのなんかザラだったんで、で36時間配信とか YouTube でね、1ヶ月間やったかな、24時間分回しとかもやってたし。おはようひいせ、あーバカありがとう、おっさんありがとうね。だからなんかそのある程度さ、もちろんね、金映えさんとかさ、うなちゃんまんとか横山みどりの域には達してなくて、達しはないんだけど、その自分の役割であったりとか、自分が今やりたいこと、まあ過去やりたいと思ってたことっていうのがもうどんどん具現化してるから楽しいっすね。各いらっしゃい、若津。楽しいかな。手応えがあるんですよ。その、まあ、バッターだったら、球が芯に当たるっていうのかな。球が当たってるんだよね、ちゃんと。振ったら。狙ったところに球が当たるんですよ。だからこの感覚っていうのは忘れたらダメだなっていうか。のんた、あ、咳大丈夫だった。一時的に発作的に出たみたいで。落ち着いた。よかったです。もう本当に配信者はメンタルだけだなと思います。だからね、結局ね、ワン太郎に何が勝ってるかっつったら、それは31歳としての始末高光としての自分じゃなくて、配信者としての3年半が積み上げてきたキャリアがあるから、あ、こいつには負けないっていう、どうやってもちょっと本気出したらデコピンでピーンってすっ飛ばせるっていう、まあ若いから馬力ありますよ。面白いネタとかもできるでしょう。もうでも全然ピーンでボーンって吹っ飛ぶよ、ワン太郎は。だからこそ面白いんだけどね。そのワン太郎がどうリアクションするのか。大手になるやつとか中堅になるやつっていうのはそこでやっぱ片鱗が見えるんですよ。そのダメなりの片鱗っていうのかな。いいダメさを持ってるっていうか、いい失敗の仕方をしてる。あの、やらないんですよ、大体。悪いやつっていうか、あの、どんな世界でもそうだけど、ダメなやつ、育たないやつっていうのは行動しないのね。で、あの、成長するやつって失敗するやつなんですよ、僕からすると。だから失敗するやつっていうのは俺は買いますね。失敗から学ぶやつ、あと。そう。いっぱい失敗して、いっぱい学ぶやつが成功しますよ。リスナーさん集め。あー、ツイッター見たね。なんか乳首がどうのこうのみたいな。あれはでも邪道だと思うけどな。俺だったら、まあ昔の俺もよくそんなんやってたけど、俺は今やんないかな。俺は悟ってるから。俺はやんない。昔の俺はやってたね。だからいいんだよ。それも失敗だから。そういうのでついてくるリスナーっていうのはさ、ダメなんだよ。次面白いこと、次面白いことって言って、結局人間性の勝負じゃなくて企画の勝負になっていくから、自分が苦しくなってくんだよ。そういうのを期待させるリスナーを作っていくと。だから、よくその、配信者はリスナー教育するって言うけど、俺はそれ全然、そういう風には捉えてないのね。あの、そうじゃなくて、自分の表現に対してリスナーがつくわけだから、普段やりたいことっていうのを意識しておかないとダメなんだよ。そのやりたいことを磨いていくっていうか、やるべきことを磨いていくっていうか。で、それを毎日淡々と表現していって、そのやりたいことを表現して、それがファンになった時っていうのを噛み合う時なんだよね。ゆうちゃんおはよう。
だから俺の場合雑談がやりたいわけだ。旅がやりたいわけだ。で、旅がやりたい、雑談がやりたいのに、キチガイ配信で人集めたら絶対についてこないわけだ。旅配信が始まらないし、もし無理やり始めたとしてもリスナー離れるわけよ。うん。パンツの中で、パンしてた。アホだな。まあ、いいんだよ。もう本人がそれでいいんだったら。100人来たの、結局。目標達成できたならいいと思うけど。100人来たのかね。どうなんだろう。まあ、俺はノンタンとその時パッコパコだったから、パッコパコだったから見れなかった。見たいなと思ったけど。ノンタンとの時間大事にしたかったしさ。風船ありがとう、ゆうちゃん。ありがとう。あとね、ぶっちゃけた話ね、リスナーさんのね、数も増やすっていうのも、得策ではないなって思ってきて、間違いなく言えるのは、ファンを確実に増やすこと。和道が好きっていう人をどれだけ集められるかっていうゲームなんだよ。うん、要は、その、企画とかに、企画も大事なんだよ。人集めるのも大事。そんな100も承知で分かってるんだけど、和道自身とこいつが好きだ。こいつと酒が飲みたい。こいつに会ってみたい。こいつが好きで応援したいって、いかにね、多くの人に思われるかなんだよ。結局突き詰めたらそこなんだよ。だから、俺は今そこにベクトル向けてるかな。完全に。100人来てないんだ。なんかタイトル100人来たら何やるだったから、そこはブレてほしくなかったな。本気でやってほしいけどね。100人集めらんなかったら先ねえかんな。まあ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 、ぶっちゃけた話、まあそりゃ違うよっていう、ワン太郎と比べられても困るよっていう、のはありますね、やってきた。まあ、ぶっちゃけた話は本気でやってきたんで、遊びじゃなくて。まあ、遊びだけどね。遊びだからこそ本気でやってきたんで。ハートプレゼントありがとう。しよう。遊びは本気でやらないと。でしょ？だから、まあ、なんつうんだろう。一番いい状態っていうのは、こいつが成功してるところを見てみたいっていう状態だよね。うん。和道って男が、成功するのを見てみたいなって。ああ、それに力貸したいなっていうふうに思ってもらえたら、最高の状態だと思うね。もう、ぶっちゃけた話、何でもできるっていうか。うん。怖いものがないっていうか。本当に何でもできる。どんなことでもできると思ってる俺は。その状態までなったら。今日は仕事行くまでやろうかなと思ってるから、朝9時ぐらいですかね。まあわかんないけど。今の現状から抜け出せそう？今の現状から抜け出すっていうのがちょっと意味がわからないかな、ピンポンさん。生活保護を抜けるかってこと？比べてませんよ。私マジファンになりました。あ、ありがとう。うん。まあ、比べてないのはわかるけど、比べてないのはわかるけど、わかるよ。うん。だけど、なんだろう。なんだろうな。うん。わかるわかる。もちろんわかるよ。嫌味でも言ってないし、なんか、あ、全然違うなって言ってくれたのはわかるんだよ。で、俺の答えっていうのは、そりゃそうだろうっていう。そりゃそうだろうっていう。うん。だから面白いのは、俺がエミさんとコラボした時もそうだったんだけど、まあ、ワン太郎みたいな感じだったのよ。要は、すごいぶっ飛んだ超大手にコラボさせてもらったと、若い頃に。すると面白いんだよ。やっぱね、面白オーラとか、オーラがつくんだよ、自分に。もう配信力がつくの、その日だけ。だから、ワン太郎はあの日、ブワーって言ったのよ。面白いことができるの。乗るんだよ。だから、勇気を与えるじゃない、パワーを与えることはできるよ。
俺9時半に電気屋行かなきゃなから最後まで見るね。あ、ありがとう、カ君。友達も話うまい、楽しい配信で言ってました。あ、嬉しいわ。ありがとう。ただね、普通の配信とはね、またジャンルが違うと思うよ。雑談界隈でも。関信吾から来ました。関信吾面白いよね。関信吾はもうめちゃめちゃ好きだわ。面白いよね。また珍しいところから来たね。全然タイプ違うけど。楽しんでもらえたら嬉しいですね。俺も関信吾大好きですよ。同い年なんですよ。PC2 台。あ、そうなんだ。なんでまた、カー君買うんすか？仕事かな。信号は本日2万。ああ、まあまあ、いいんじゃないですか。いい線いってると思いますよ。2万だったら。俺も、なんだろう。この前が3万。その前の日が、2万3千。その前の日が1万7千だったんで。それで目標達成できたんで、バーってコンボが入って。まあ、関信号だったら余裕で2万いくんじゃないですかね。大成功でしょ。まあ、もっと稼いでもおかしくないけどね、ポテンシャル的にね、信号は。大体だから2時間の放送か、これ。あ、違う、これ2時間の放送で、これが、19,600円でしょ？で、この日が、26でしょ。26、8000円だから、これ2万5000円ぐらいでしょ。7000円とか。まあ、俺の場合、時間長いから、なんとも言えないけど。まあ、2万6000円とかね。ああ、機材、そうなんですね。まあ、関信吾なんか、本来100万稼げる人なんだからさ。面白いもんだって。キャリアも長いし。それは半分抜かれた状態。要は俺の取り分だけの状態ですね。これはだから俺にしか見えない画面だから。だから俺に返ってくるお金、給料。半分抜かれた状態。で、さらにボーナスポイントとか、いろんなポイントがつくんで、ハンバーガーありがとうございます。他に運営からお金が入ってくるっていう。まあ、細かいけど、500円とか、1000円とか入ってきますね。1日、まあ、毎日500円とか、300円とか、1000円とか入ってきてますね。で、リスワンも取ってるんで、1万円も入ってきてるし。なんだかんだでかいっすよ。まあ、関信号だったら多分、いくら稼いでんだろう、今月。見てみようか。今月のスコア見てみます。ランキング見ると大体わかるんだけど、これマンスリーランキングってあるでしょ？これ。これがマンスリーランキングってみんなも見れると思うんだけど、今月関信吾はいくつだ？俺が29位だって。俺が29位で、関信吾が、どこだろう。関信吾が、あれ？あ、いたいた。66位。ここだね。まあ、大体わかるね、これで。多分、そうだな。今、多分今月3万ぐらいかな。ああ、もっといくか。4万ぐらいいくかな。4万円だね。多分今、現時点で。俺が大体、俺がいくつだっけ？ 30 位だっけ？ 29 位上がったな。俺が大体この辺だから。大体給料計算できちゃうね、人の。ふわっちのみのお金だったら。うなちゃんまより多いかんね、今月は。ありがたいことに。エセアカよりも多いし。ほんと、リスナー様様ですよ。でも、関信吾は、ほら、ニコ生の方がメインだから、こっちは、そろっとお小遣い稼ぎっていう感じでこの数字だから、ね、将軍さんとかもいるし、太い囲いがいるから、まあ困ってないだろうね。お小遣い稼ぎだろうね。俺とは違う。俺これが本業だもん。本気でやって、長時間やってるから。PC 何にしようかな。もうノートパソコンですか？デスクトップですか？
予算どれくらいですか ?2 台で。ノーとか、スペックとか、PC。あと何に使うかですね。何に使うか。今パソコン安いからな。仕事用で使うんだったらほんと5万のパソコンとかでも全然だもんね。Mac とあと1台何にしよう。予算はない。デスクトップ。あー予算なしなんだ。だったら Mac 買うんだったら MacBook Air ダメっすよ。MacBook、ノートパソコンの MacBook Pro、Mac 買うんだったら。か、もしくはデスクトップの Mac Pro がおすすめです。もう全然違うんで。Air は、エアーよりもね、やっぱプロ買った方がいいですね。23万ぐらいかな。で、デスクトップ。まあ、デスクトップだったらね、もうデザインで決めちゃったり、好きなメーカーで決めちゃってもいいかもしれないですね。値段予算なかったら。お金に困ってなかったら。Mac は編集用。編集用だったらもう MacBook Pro。絶対にプロ。うん、もう一台は完全にツール用。ツール用か。だからもう本当に、スペック高いので、バーンって通しちゃっていいんじゃないですかね。Mac は何にするんですか ?15 万になったら旅行じゃなくて旅っすね。あ、旅行きますよ。だから、もう3万、18万になったんで、まあ、いつ行くんだ。強化した生活保護の申請に行って、で、その時に、まあ、配信で食えるようになったんですけど、抜けたいんですけどって言って。で、今度この給料、まあ、抜けるとしたら、この給料をいつ受け取るのかっていう、その給料日を決めて、で、調整をかけて。で、その後仕事を辞める。その日付が決まったら仕事を辞めて。あとは、その、ここの家をどうするかっていう。あ、いいっすね。プロ買うんだ。Mac Pro の方っすか?デスクトップの。MacBook Pro なんか、Mac Pro なんか。まあ、プロの方がいいっすね。編集するんだったら動画は。うん、いいっすね、うん。いや、偉いかどう、偉いっていうか、うん。で、できればね、本当に金に際限がないんだったら、本当にないんだったら、30万か40万のあの黒い Mac の、なんかもうサーバーみたいなやつがあるんですよ。なんかゴミ箱みたいな。もう丸い輪っかの Mac あるんですよ。あれがいい。あれはもう無敵。マジで。あれも1台やったらほんと5、6年大丈夫。無敵。あの Mac がもうインテリアでもかっこいいし。あれ買ったらもう無敵ですよ。あ、Mac Pro っすね、うん。黒いやつ買っちゃった方がいいよ。バーンって。うん、生活保護から抜け出したらすごいな。それはもう確定ですね。正直。生活保護抜けるのは確定。なんでかっていうと、先月3万でしょ?で、今月が18万だから、今、21万あんのかな?ちょっと待って見てみるか。お金にしてないやつが、21万じゃないな。20万ぐらいあるんですよ。で、今、仕事もしてて月収7万円あるんで、まあ、単純な話、25万稼いでるんですよ。バイトで7万と、配信で18万なんで。だからもう生活保護を抜けるのは確定。いつ抜けるかって話にもう間違いなくなる。だからほんと配信で生活保護抜けたいなっていうのはあったから、うん、なんとかできてよかったかなっていう。うん、時間かかったけどね、3年半かかったからね。まあよく孵化したわ、俺も。3年半かかると思わなかった。1年ぐらいで行くと思ってたからな。うん、まあ、配信のいいところは元でなく稼げるところがやっぱ一番魅力だよね。これから放送面白くなるな。そうだね。てか今現在楽しいね、本当に。放送が楽しくて楽しくてしょうがない。マジで。いいリスナーさんと出会ってるし。本当にこれは自分で稼いだお金じゃなくて、リスナーさんが支援してくれた。ね。リスナーさんの応援の期待値だから、それ応えたいと思ってるし。マー君と僕、縁切ってますよ。仲悪いですよ。チューネさんいらっしゃい。コメントありがとう。
すごいかどうかわかんないけど、まあでもプロ名乗ってるわけだから、食ってかないとね、もっともっと稼げるようになんないと。あ、行ってらっしゃい。各に行ってらっしゃい。まだ怖いね。怖い。まあ、これはしょうがないんだけど、生活保護抜けるのが怖いとかじゃなくて、やっぱ、生活、慣れ親しんだ生活があるわけだから、なんか、イメージしてもらうと、ピンポンさんね、まあ、やりたいことで食っていけますと。食っていけるようになりましたと。だから、お金は困ってない状態の。だけど、部屋引き払って、ね。もう当てのない旅に出てくれって言われたら超不安になりません。もう金は大丈夫だと。で、やりたいこともできると。ただ、家は解約して、とにかく1年間ぐらい放浪してこいって言われるの。金は保証するから。怖くない？そうそうそう。ホメオスタシスが効いちゃってて。だから、やりたいことなんだけど、もうビジョンは見えてるし、夢でも旅してる自分が見えるし、映像も見えるし、臨場感あるんだけど、やっぱ現実の生活として、今はここにいるから、そこで揺らいでるんだよね。だから、まあ、ワクワクと怖さが半分ぐらいかな。正直なところ言うと。怖いよ、やっぱり。保証はないからね。まあ、本当はね、人生に保証なんかあるわけないんだけど、でも俺はうまくいくと思ってて、多分、リスナーさんも増えるし、逆に月30くらい稼げるようになるっていうのが俺の今の、多分、30っていうか多分50くらいいくと思ってる。旅が始まったら毎月毎月50万くらいいく。それはもう見えてるんだけど、そこに踏み出す勇気だよね、あとは。あとは俺に勇気があるかどうかじゃん。ホメオスタシスを体感してますよ、本当に。まあでも、いい怖さだと思ってるけど。応援してくれてる人がいるし、仲間がいるから大丈夫だって言い聞かせてるけどね。今は。じゃあ、85名集まったので、みんな手挙げてください。出席確認します。みんな手挙げてください。朝、85人も集まったからね。手上げお願いします。出席確認です。たくみさん、おはようございます。えみさん、おはようございます。つみきちゃん、おはようございます。みさきちゃん、おはようございます。くろさん、おはようございます。さっぺさん、おはようございます。さくらさん、おはようございます。かくん、おはようございます。ゆりさん、おはようございます。もっといるでしょう。お、鳥が鳴いてるね。ゆっちゃん、おはようございます。まあ、こんな感じか、今は。おい。まぼさん、おはよう。おー、月野もいたんだ。月野くん、月野さん、月野ちゃん、おはようございます。ひまわりさん、初見さんかな？おはようございます。ありがとう。まあ、いつものメンバーですね。基本的には。新規少なめって感じだ。ふわっちでそうだな。5000人ぐらいのフォロワーさんが欲しいかな、今は。来年の目標としては。ふわっちで5000人フォロワーいたら、まあ、まあまあ、いい感じかなっていう。マドさん、幽霊っていると思いますか？いるに決まってるじゃん。いるよ。いるいる。いる。確実にいる。
おはようございます。今起きました。みつさんおはよう。コメントありがとう。楽しんでってね。面白かったらフォローしてくださいね。皆さん応援してください。一緒に旅に出ましょう。世界を見ましょう。一緒に疑似体験しちゃってください。僕の放送で。人間って概念で生きてるでしょ。簡単に言うと言葉で生きてるでしょ。だから幽霊っていう言葉がある時点で幽霊は存在するんだよ。幽霊ってものを人間が認識できなかったら幽霊っていう言葉が生まれない、うん、でしょ。だから幽霊はいるんだよ。ただそれが現実にいるか概念として生まれてるものなのかっていうのはまた別問題で、俺は前者だね、うん、概念として作り出してる可能性がある。要は念なんだよ。霊は念なんだよ、俺からすると。うん。いや、要は統合失調症状態とかトランス状態。まあ簡単に言うとさ、俺はよく覚醒剤で例えるんだけど、こう、覚醒剤のもう常習者で幻覚が見えて、虫が毛穴とか傷口からブワーって湧いて出ると。虫が取って取って怖いってやってる患者。本人からしたらもういるんだよ、虫は。見えてるんだよ。で、怖いんだよ。でも、旗から見たら見えてないでしょ。いるとも言えるし、いないとも言える状態の。うん。これが俺は幽霊だっつって。うん。本人からしたらいるの。本人に虫いないよっつって、もう取って取ってしか言わないのよ。怖い怖い怖いって。うん。それが統合失調症ね。簡単に言うと。昔で言うシャーマンってやつね。神と会話できる人。まあ日本で言ったらイタコでもいいし、うん、大川隆法って言ってもいいしね。新しいフォロワーさん紹介します。ジャックさんフォローありがとう、うん、見える人には見えてるんだから。見えないよって言ってもしょうがない。見えてんだからいるんだよ。だからいるいないっていう議論をすることが意味がないこと、うん、その人が見てる事実っていうのを認識してあげることっていうのが重要なんだよ。幻覚なんか修行してたら簡単に見れるからね。おはようトラジさん、おはようございます。でも俺たまにあるよ。あ、俺って幽霊なんじゃないかとか、あとまあ過去にも何回も話したことあるんだけど、現実にいた人が実は妄想だったことって何回もあるのね、うん、あと現実にあった記憶がある建物があるんだけど、その建物ごとこの世から消えてることとかもあるし、だからそれはまあ統合失調症っていう病気なんだけど、だから俺は結構そのまあ、例えば、前付き合ってた彼女がいて、で、彼女はよく買い物とかでパーっていなくなっちゃうのを俺に声かけないで。で、俺は迷子になるわけだ。で、いないいないってパニックになるわけだ。で、ああ、またかってなるときあるよ。ああ、彼女は俺の妄想だったんだ、みたいな。本当は存在してなかったんだって言ったら、何ぼーっとしてんのって声かけられるとか。あ、現実にいたんだ、この人、みたいな。うん。でも、まあ、幽霊でしょ、それ。簡単に言ったら。うん、だから俺は、だからそのメンヘラと健常者の狭間をこう行ったり来たりしてるんだよね。両方とも見える。理解できないって人の気持ちもわかるし、見えてる人の気持ちもわかる。いや、だからまあ平常運転ですよ。もうなんか無理に元気を出しても意味ないから、ありのままの自分で勝負するっていうのを決めてるから。別に無理に面白いことやろうとも思ってないし、うん、重要なのはその
元気ない時は元気ない、無理しない、楽しい時は楽しくする、うん、平常心ありのまま、もう大きく見せようとか見栄を張ろうとかじゃなくて、そう、楽しい時は楽しい、つまんない時はつまんない、普通の時は普通、それでやっていくって決めたのよ。ともるん、おはよう。今日も仕事頑張ってきます。俺も頑張るよ、朝9時からだから。今日も頑張ろうね、月曜日だから。いってらっしゃい。だから、なんつうんだろう。逆に言ったら、その、配信者で言ったら、その、アクティブなんてものはお化けみたいなもんでさ、アクティブに振り回されないっていうか、リスナーに振り回されないっていうか、ありのままの自分を評価してもらうっていうのが、今、俺が、和道流配信論、配信術。今、俺の、スタイルですよ。今、俺が、俺らしくいるためのスタイル。喋りたくないときは喋んない。無理に喋らない。無理して喋ってきたけど、もう喋りたくないときは喋らないと。おいえいえ、エリちゃんおはよう。来てくれて嬉しいよ。メンヘラだよ。でも元気ないわけじゃないんだよ。普通、平常心。リラックス。リラックス。だってさ、365日さ、さんまさんみたいにさ、ずーっと喋ってたら頭おかしくなるじゃん。さんまさんはそれが普通だからいいかもしれないけど、俺は俺だから。その、うなちゃんマンに追っかけてたけど、俺はうなになれないんだよ。うなを超えたいとか、うなを、になりたいっていうのが縛られてんの。関慎吾になりたいも縛られてんの。金梅さんになりたいも縛られてるんだよ。みどりさんになりたいも縛られてる。えみさんになりたいもダメなの。俺は俺なんだよ。情緒不安定に見える。大丈夫。あ、全然。超リラックス状態。むしろ、いい感じだよ、今。全然大丈夫。ありがとう、心配してくれて。普通、普通。なんか、情緒不安定なんじゃなくて、すっごい安定してる。変な話、大麻吸ったことないけど、大麻吸ってるみたいな。すごいいい感じだよ。セロトニンがすごい出てるね。幸せだね、今。あ、じゃあね、もっと言ってあげようか。もっとわかりやすく言ってあげる。しょうがねえな。パコった後です。賢者モードなんです。わかった。もういいセックスした後なんで、俺。はい、仕事行ってらっしゃい、ゆりちゃん。頑張ってね。ありがとう、風船。よいしょ。あ、ありがとう。美咲、ありがとう。そう。ただ、パコった後だから、俺は今、賢者なんだ。悟りを開いてるだけなんだ。とんでもなく、射精したからね。とんでもなく、射精したから、しょうがないよね。悟ってるからね。リア充だね。 やりたいこと仕事にできて、彼女がいて、リア充だよ、本当に。貧乏だけどリア充だよ、俺。この幸せいつまで続くかな？この幸せいつまで続くかな？見物だね。YouTube チャンネル登録してない人いたら、チャンネル登録してください。番組説明、コミュニティの方に書いてあるんで、パソコンで見てる人は下に書いてあります。携帯電話のスマートフォンの人は、下のところにあるサムネイルをポチッと押すと、僕のページが見れますので、そこにリンクが貼ってあるのでね、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。
ツイッターとかインスタグラムもやってるので、もしアカウント持ってる人がいたらフォローしてください。インスタグラムをもし今フォローしてくれたらフォローバックします。インスタやってる人はインスタグラムフォローしてください。インスタグラムリンク貼ってたっけ俺。インスタ貼ってる？インスタグラム。インスタグラム貼ってねえじゃん。インスタグラムリンク貼るわ。YouTube 見ます。ありがとう。インスタグラムのリンク貼りますね、今。プロフィールを編集と。インスタグラム。インスタ、あ、これか。はい。はい、インスタグラム貼りました。はい。変更したので、インスタグラムやってる人はインスタグラムフォローしてください。かよ。お、寒いね、今日ね。今日寒いわ。晴れてたらよかったんだけどな。今日外配信やろうかな。帰り新宿でしょ。外配信やってみるか、新しい機材で。携帯電話と USB と、どうなるかわかんないけどね。ドライバーインストールしないといけないのかな。新しいフォロワーさん、みやびさん、フォローありがとうございます。
すごいよね。かっこよくない？何にも喋らなくても97人俺のこと見てんだよ。めちゃめちゃかっこいいでしょ。みんな見てる？めっちゃかっこいいでしょ。黙ってても97人俺のことルックミーだから。ルックミーズ、ルックミー、やべえな、来てるな、すごいわ、来てるわ、これワドちゃんマンだね。はい、ワド2、クータンいらっしゃい。こうするとノイズ多い。どうみんな。今マイク結構離したんだけど、ノイズ結構入る。音質悪くなった。マイク新しいの買おうかな、スタンドと。こういうやつにしたいね。俺も。マイクの機材変えようかな。雑音が増えるよね、こうやってやると。朝だから忙しいんだよ。インスタフォローしました。あ、じゃあ今フォローバックするよ。インスタと、なんだったっけな、ユーザーネーム。ちょっと待って、ログインするから。インスタどこだ？インスタグラム。あれ？インスタグラムない？アドセンス。あれ？インスタがないな。ちょっと待って。インスタグラム。ちょっと待ってね。インスタグラム。インスタこれじゃない。あれ、インスタがログインできないな。インスタがフォローできない。インスタグラム、ちょっと待ってね、今インスタグラムやるからログインができない。ID がこれか。ログイン、ユーザーネームがこれで、パスワード、あ、ログインできた。 OKOK。 OK だね。あ、インスタグラムフォローありがとう。サンキュー、フォローバックするね。ありがとう。あー、結構フォローしてくれてるね。ありがとう、みんな。インスタ結構やってるんだね。リクエスト送ったんで、みんな返してください。フォローバックしました。みんな鍵垢ばっかりだね。なんで鍵垢にするんだろう。すげえな、フォロワー結構いるな、みんな。みんな結構フォロワーいるね。あ、若い子はやっぱインスタやってんだな。すごいね。釈迦が暴れまって。
子供を乗せてるので。ああそういうことか。おはようデッドさん、寝てないでこのまま仕事行こうかなと思ってて、でまあ24時間さ起きてるわけだから、多分帰ってきたらもう眠くて寝ちゃうだろうなと思って、配信できないの分かってたから、まあ、だったら仕事行くまでの間配信回したいなとか思って、それで枠開いたんですよ。賢者タイムでしょ。そうなんだよ、賢者モードなんだよね。おはようございます、さくらさん、コメントありがとう、楽しんでってください。マンスリーランキング29位か、まあ、悪くないな。29位っていくらもらえるんだろう、マンスリー。仕事はちゃんとやってくださいね。はい、マンスリーいくらなの、ランキングポイントこれだ。マンスリーが2000円か、そんなもらえないな。マンスリー1位取ると20万、2位で10万、3位が5万、4位が3万、5位が2万。 あ、こんなもんなんだ。まあ、10位に入ると1万円もらえるみたいね。10位に入ると、まあ、もらえる。結構もらえる。10位に入りたいけどな。10位、今どんな感じなんだろう。ランキング。マンスリーの10位。あー、これ厳しいな。80万とかもらってるもん、みんな。ペリクリーチャム、47万。まだ遠いな。これはさすがにな。倍以上稼がないといけないわ。これは無理だわ。これは無理だ。マンスリーはまだまだ遠いわ。すげえな、こいつら。400万、500万も稼いでんの、こいつ。ふわっちで。タータンって人。500万だって。やば。笑うよね。配信で500万稼いでるやつが世の中にいんだもんな。しかも、顔出しなしでだよ。イケボ配信でだよ。頭おかしいわ。まあ、女の子はね、イケてるボイスが好きなんだろうね。おはよう。あ、リオンおはよう。ハートありがとう。エナタムなのかも。エムタンなのかも。エムタン？エムタン？あー、その、エムなんだ。ドエムってことか。おはよう。カトラン・トモキさん、おはよう。アドツ。エムさんは初めましてかな。コメントありがとう。もし面白かったらフォローしてってください。うん、俺結局寝てないでセックスして、もう今寝たらアウトだなと思って起きてるね。100名超えました。アザース。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。いいね。ハートありがとう。うん。賢者モードですよ。悟りを開いてますよ、今。大量の精子を出したところだからね。朝方とか配信いいな。やっぱ夜中だとなんか、配信者みんな夜中起きてるじゃん。だから朝昼夕方ぐらい主戦場にしたいな、俺は。夜中起きてる生活あんま嫌だ。テッドありがとう、風船10個。大事にするからね。ありがとう。風船10個ありがとう。嬉しいね。ありがとう。なんかこれあれなんだよね。10個単位なんだよね、ポイント。見るものなくてここに来ました。ああ、そうだったんだ。よかったよかった。普段どんな放送見んの？ M さんは。嬉しいよ。出会い大事だからね。一期一会で。いい出会いは人生を変えますよ。おはよう、
ブリシュナックさん、おはようございます。楽しんでてください。はじめましたかな。コメントありがとう。リョン、ハートありがとう。いつもありがとうね、リョン。普段はイケボ配信見てます。嘘です。ゲテモノ配信好きですイケボ配信好きなんだ、見ついでるのかな。インターネットの画面の向こう側に彼氏作ってるんだなんだろうね、男の俺には理解できないよな、なんか声優さん、なんか要は風俗だよな、あれは。要はね、アニメのキャラクターみたいないい声してくれる人が、まあこう囁いてくれるっていうジャンルだよね。でも現実の男そんなかっこよくないぞ、うん、ネットのカレピいっぱいいますあ、そうなんだ。まあ俺は全然わかんないジャンルだわ、正直、うん。おはよう、たまちび。和道さんの配信聞きながら朝の準備してます。いい朝だね。最高の朝の過ごし方だよ。じゃあ、たまちびがいい仕事できるように、忘れ物しないように配信頑張ります。みんな朝は忙しいからね、コメント全然打たない。朝はバタバタだよ、もう子供。特に主婦層多いからさ、お弁当作ったりしてるんだよ。趣味はエロイプなんだ。へぇ、あ、でも若い頃ね、テレビ電話でなんかエロイプみたいなことやったけど、年取るとね、ね、いろいろ経験積んでくるからね、若いうちだけだよね、あれ楽しいのね、エロイプとかね、テレビ電話が流行った頃ね、テレビ電話でエロいことしましたよ、僕も若い頃は。10代の頃だけどね。懐かしいわ。みんなツイッターフォローしてくれた？子供学校送り出すのでもう少し潜りにしますやっぱみんな子持ちなんだよみんな小ぶつきだからな、ワドリスナーは。まあいいけどね、俺は年上好きだから、生身が一番。まあそうなるよ、妄想は妄想だからね。ああ、僕の彼女かわいいっすよ、アニメみたいだよ、ほんとアニメみたいなキャラクターだね。すごい可愛い彼女だよ、俺のツイッターのさ、リツイート見た？ゆいがさんの動画、あれ腹抱えて笑ったんだけど超面白いよ、見た？みんなツイッターフォローした、ありがとう。ゆいがさんの動画見てごらん、ツイッターのやつ超笑うから、すっげえ笑うよ、あれはね、見応えあるよ。俺も超面白かったもん。なんか誰か動画職人が作ったんだけど、なんかニュースの映像と、ゆいがさんの映像を当てはめてる。あれ笑うよね。爆笑だよね。よく作るわ、こんなん。ツイッターに彼女載ってた。かわいいよ。年上の彼女だけどね。中学1年生の女子に大好きですなどと書いた手紙を送り勝手にバッグに送りって。よく作るよな、こんな。駅などで待ち伏せした疑い、容疑を認めているマリニャン出てくるしくっそ面白いわこれ、笑うわ。稲子軍団っていう人が作った動画何回見ても笑っちゃうわこれよく作るよな、こんなの。
腹痛えわこれこれ笑うわ。ツイッター見る見る腹抱えて笑うよこれ。ちょっと同じような行為をしていた可能性もあるとして捜査しています。ちょっと見せようかなよく素材集めたよね。まあ有名素材だけどね。大好きですなどと書いたラブレターを12歳の女子中学生のバッグに勝手に入れるなどストーカー行為をしたとして42歳の男がちょっと頭からやるね大好きですなどと書いたラブレターを12歳の女子中学生のバッグに勝手に入れるなどストーカー行為をしたとして42歳の男が逮捕されました警視庁によりますと逮捕された容疑者は電車で通勤する中学1年の女子生徒に対し大好きですなどと書いたラブレターを勝手にバッグに入れたり今年8月以降4回駅などで待ち伏せしたりした疑いが持たれています。八王子警察署調べに対し容疑を認めているということで警視庁は複数の未成年者に対して同じような行為をしていた可能性もあるとして捜査していますよく素材集めたよなこれ。すごいよね笑うじゃん、うん、何回見ても面白いわ。笑うよね。ハートありがとう。リツイートしようぜ、これ。ゆいがさん怒るでしょ、これ。これ怒んないのかな、うん、肖像権侵害もいいとこだよね。いや、これ情熱大陸ばりのクオリティだと思うよ。ウケるよね。さすがだよね。おいおいおい、ダメだ。何回見ても笑うわ、こんな。かわいそうに。八王子警察署とかさ、芸が細かいんだよね、ほんとにね。ああ、面白い。ネットって面白いよな。みんなキャラ濃いわ。もう7時か。早いな。時が過ぎるのは早いな。所持枚数6枚。買っとくか。延長チケット買います。自分も犯罪者なのによくこういうのに笑えるよね。はい、さよなら。うん。よいしょ。さよなら。おい、桜子はどつ？いらないよ。ゴミみたいなリスナーは速攻排除でしょ。ニコ生のノリ持ち出されてもね、めんどくさいよ。もう対応する体力がないよ、俺も。昔だったら引っ張ってたけど、何がだよってやってたけど、なんか文句あんのかよ、つって、うん。もうめんどくさい。そういうね、そういうのはね、なんか、闇将軍に任せたから。闇将軍と、闇将軍だったら対応してくれるから、闇将軍とやってもらいたいよ。うん、もう見なくて結構でーすっていうね。さよならーって、うん。質の悪いリスナーは徹底排除ですよ。
困ってないんで。ぶっちゃけ困ってないんで。そうまない。俺ら困ってなくない？あやくまやってんの？嘘。あやくまも来たの？配信。な、偽物か。なんだ。何時家出んの？9時半ぐらいかな。9時半ぐらいかな。まあ、マック行こうかなとかも思ってるし。朝マック食べて。それで配信行こうかなじゃない、仕事行こうかなとか思った。9時半だろうな、多分な。家出んのは。9時45分でも全然間に合うけど。9時半かな。え、10時半からだよ、仕事。うん。俺ずーっと言ってるよ、10時半からだけど。10時半から3時45分まで。聞き間違い？うん。4時間だけだもん、働いてんの。あ、今日病院行こう。病院行くわ。鼻炎の薬もらってこよう。配信見始めてから早1ヶ月、ほとんどテレビ見なくなった。ドラマっ子だったのに。ああ、まあ配信の方が面白いっすよね。うん。何系の仕事？仕事っていうか、まあ A 型作業所って言って、あの障害者が働くところ。だからその社会復帰の、あの職業訓練も兼ねてるし、一般就労も兼ねてるっていう、そう、ちょっと特殊なんだけど、まあ、なんだろう。ちゃんと仕事をできるようにケアしつつ、普通の仕事もするっていう。A 型、B 型って言って A と B があるんだけど、A 型は最低時給が保障されてんの。だから一般的な普通の作業もやる。普通の作業というか仕事をやるんだけど。B 型はお金、給料が出ない代わりに、その、なんだろう。その誰でもできるような仕事が多いみたいな。そんな感じかな。コーニューいらっしゃい。ウィスウィス、はじめまして。
映画見たいの2本3本ぐらい出てきたな。生活保護は4年目かな。ちょうど4年目か。4年目だね。配信ってなんでハマるんだろう。あれじゃん、やっぱそのテレビに話しかけても答えてくれないけどさ、あの答えてくれるからね、自分が聞きたいこととか拾ってもらえるじゃん。そこが一番楽しいんだと思うよ。居酒屋でラベってる感じじゃん、自分の好きな人と。なんか気の合う仲間っていうか、選べるわけじゃん、リスナーさんは。で、こいつと友達になりたいみたいな感じでさ、どんどん親近感も湧いてくし。俺はだから、居酒屋のダベリとか、なんか、放課後、こう、ベランダで、学校のベランダでこう、コーヒージュース飲みながらなんか喋ってる感覚に近いと思うけど。俺はそのつもりで配信やってるね。そういう感覚。なんか、下校の時間みたいな。だから青春だよね。なんかあの頃の感じがするよね。別にね、嫌いだったら話さなきゃいいんだからね。テレビはだからアウトプット、よく言われてるのがインターネットの普及、なんで面白いのかって言ったら双方向性とか言うんだけど、あのアウトプットする情報を一方的に受け取るだけだったんだけど、お互いがお互いアウトプットし合う、インプットし合うっていうのがインターネットの面白いところみたいな。日本旅配信って何しながらサイコロ、いや別に普通に旅人になるのが夢だったんで、スナフキンとか車トラジローみたいなノリですね。なんか旅人になるっていう感じなんで、ライフワークですね。おお、マミリーいらっしゃい。テレビの視聴率も当てになんないね。まああれはね、だってテレビ局持ってる、テレビ局の数が少ないんだもん。だってさ、ふわっちとかニコ生とかツイキャスがさ、10人しか放送枠がありませんって言ったら人がガーって集まるじゃん。そういうことだよ。だからニコ生っていうサイト、ツイキャスっていうサイト、ふわっちってサイト、アバメ TV とか、各それで FC2 とかで一枠しかできませんってなったら、ガーって集中するでしょ。それと一緒でしょ。来月からでは多分ないですね。生活保護抜ける日付を決めて、職場を辞める日付を決めて、で、この部屋を引き払う日付を決めてっていう感じなんで、まさにいらっしゃい。だからまあ、まだまだ先だと思いますね。まだまだ先ですね。まあ来年にはなると思ってるけど。仕事もやってたんですか？そうっすね。はい、バイトっつうか A 型作業所ですけど。やってますね。まあ大体月7万ぐらいいただいてますね。旅配信大阪来ますか？行きますよ。大阪。あの、日本全国の都道府県制覇するっていう感じでやろうと思ってるんで。まあ何日滞在するかはわかんないですけど。間違いなく行きますね、大阪。全都道府県行くんで。まあ、県庁所在地は通るんじゃないかな、多分。有名どころは。まあ、滞在が長くなるところは、まあ、沖縄、北海道。沖縄、北海道、山形。あと四国は多分長くなるだろうな。俺四国好きだから。前ゆっくりできなかったから。
2、3日滞在したいなと思ってる。北海道なんかね、2週間ぐらいいてもいいかなと思ってるけど、札幌だけだったらつまんないもんね。山形はね、じいちゃん、ばあちゃん、山形の人なんだけど、行ったことないんだよね。直美さんおはよう。だからまあ山形はぐるっと回りたいなと思って。あとまあ食い物うまいしね。山形は米どころ。海のもの、陸のもの。あるし。仕事は何曜日が休みなんですか？土日休みっすね。うん。米沢なんだ。はい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 。うん、山形は多分山形市と米沢とかあと庄内とか行ってみようと思ってるね。冬大変っすよね。春先に行きたいな。春先に旅出るのが一番いいのかなと思ってるけど、うん、で寒い時期に沖縄がゴールなんで、とりあえず上の方行って東京からで一番上まで行ったら北海道滞在して下に下っていこう、ジグザグに下ってこうと思ってるんで、来年からだいぶふわっちでたまりますやん。毎月の目標金額がこれかな。いや、来月は25万ぐらい稼ぎたいっすね。うん。12月は25万ぐらい目標にしようかなと思ってて。まあ、やっぱプロって言ってもね、15万じゃねえ、貧乏プロだから、やっぱもっと稼ぎたいなっていうのあるし。とりあえず、あんまり欲かかないで25万とか。で、まあ来年の末ぐらいに100万ぐらい行ったらいいかなっていう。月収100超えたいなっていう。家も引き払おうかなって、まあ収入次第だよね。まあ維持しといてもいいやって思えるんだったら維持するし。うん。まあ6万だからね、家賃。結構でかいじゃん。9万円で旅するのきついもんな。いや、家は引き払うかな。もったいないし。まあ、1年ぐらい旅するって考えても。でもね、多分半年ぐらいになると思うんだよね、俺。九州まで行ったの1ヶ月半ぐらいで行ったから、1ヶ月ぐらいだったかな。そんなにかかんないよ。多分。47都道府県でしょ。多分ね、3、4ヶ月、半年ぐらいで終わると思うよ。旅配信。別にヒッチハイクで行くわけじゃないし、車輪子で行くわけじゃないじゃん。自転車なんか一日一軒行けんだから、あ、電車なんか一日一軒行けんだから、もう。家の荷物は彼女に預かってもらおうと思ってる。一人旅だね。うん。一人旅。うん。まあ、だらだら、プラプラ散歩してるだけだと思うけど。まあ、楽しいじゃん。風天の虎だよ。車トラジオだよ。企画なんてやるつもりないよ、俺。うん。外配信ぐらいのノリでやってるから。でもまあ、3ヶ月ぐらいだったらぶっちゃけた話、あれだよな。3ヶ月ぐらいだったら、まあ、家賃払っててもいいのかな。また新しく借りにだるいしな。そうそう、飲んだんいるから、長旅も良くないよ。うん。彼女、全然合うよ。うん。合う。だからまあ、半年だろうな、やっても。3ヶ月か半年かわかんないけど。でも一回ほら、上行って、北海道まで行って、東京まで帰ってくるから。だからその時彼女と会えるし。東京で2、3日過ごして、また行ってくるわ、で。3ヶ月、3ヶ月とかでいいんじゃない？うん。そんなにかかんないと思うよ。1年もかかんないと思う。そうだね。まあまあ、忙しいっつってもね、嬉しい忙しさだよね。やっぱ配信で食っていけるようになったわけだから、そ
本格的に自分のやりたい配信っていうのができるわけだから、それは嬉しい忙しさだと思ってるかな。うん、どれくらい持つんだろうなこれ。電池、バッテリー、バッテリーどこだろう。ねえ、忙しくなるよね。残り2時間13分、11時間駆動って書いてあったのに2時間13分しか持たねえのこれ。全然持たねえじゃん。全然書いてあったスペックと違うじゃねえか。2時間13分？マジかよ。ああ、9時間59分か。全然持つな。すげえな。10時間持つのか。すげえな。しかしまあ、まったりだよな、佐畑は。まったりだけど、ふわっちのすごいところは人が離れないよね。もし初見さんいたらフォローしてってください。お願いします。フォローまだしてない人いたらフォローしてください。みんなフォローしてくれてる？あざーす。ちゃんのまとめでも見ようかな。旅ってめっちゃお金かかりそう。いや、それはかかんないでしょ別に。贅沢しなければ。ただプラプラ歩いてるだけだったら、まあ飯食って泊まればいいわけだから1日5000円ぐらいでいいんじゃん。1日5000円って考えて30日だったらいくらだ。3515。ああ、1日5000円であれか。15万か。結構きついな。おい、ワド2、そよ風大好きちゃんいらっしゃい。ひな、おはよう。ワド2。あ、そっか、1日5000円で、え？ 1 日5000円で、え、そんなもん？ 1 日5000円で30日で15万か。え？マジで言ってる？ 5 万。え、1日5000円か。15万って。きついな。きついな。無理だろ。移動費とか考えると。きつ。マジきついな。30万ぐらい稼がないとダメだな、やっぱな。全然考えてなかったわ。やば、きつ。もっと稼がないと。そういう感じか。節約していかないとな。だいたい移動代に2000円ぐらいかかるでしょ。満喫3000円かかるよな、泊まるの。やばいな。舐めてたわ。舐めてたわ。うん、まあ、なんとかなるでしょ。なんとかなるよ。
飯代もかかる。飯代なんで1,000円あればいいんじゃないの。コンビニでおにぎり買ってとかラーメン食ってとかだよ。まあまあまあ1500円ぐらいでしょ。で満喫代でまあね、2,000〜3,000円でしょ。だから満喫と飯代でもう金が飛ぶんだ1日の。でも1日配信分回してたら5,000円ぐらい稼げると思うんだよな、多分今の俺だったら。っていうかもっと稼げると思ってるから、ただ本気でやんないとね。やっぱねきついな。まあ頑張ります。やっぱ5,000円って、まあまあまあ、貧乏だからしょうねえよな、そこはな。旅は一人旅だね、基本的。だけど、まあ、いつも言ってるけど、あ、隣の県まで送るよとか、車で送ってくれる人とか、まあ、止めても、止まってけよみたいなのとか、全然ありだと思うから。まあ、一週間だけ俺も旅同行するわとかさ、そういうなんか、ざっくばらんにやってこうかなと思ってる。まあ、旅は道連れっていうからさ。今で1日6,000円ぐらい稼いでる。まあまあ、休んでる日が多分5日ぐらいあるけど、28日間で5日ぐらいあるけど、そうだね、18万ってことは、368だから、そうだね、6,000円ぐらい稼いでるね、今。うん、それくらい。まあ、儲かってる日と儲かってない日があるけど、だいたい平均するとそれくらいかな。だからあれだな、家はやっぱ引き払わないとダメだな。生きてくのって金かかるんだな。風船10個ありがとう。アイテムありがとうございます。旅配信に使わせてもらいます。ありがとう。朝ごはんはね、マック食べようかなと思ってる。うん。
朝マック食べようかなと思って。昼は多分ね、500円ランチだね。おい、いってらっしゃい、マー君。マー君、花火ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。一回。っていうか、太ももとケツ今バッキバキだぜ、ほんと。多分太った原因ね、筋肉量が増えたんだよね、太もも。体重が重くなったんだよ。腹引っ込んできたもん。ありがとう。嬉しいね。あざーす。BGM 変えるか。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。和道です。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。ジュンボさんかな？ジュンボさんいらっしゃい。和道です。よろしくお願いします。今日は仕事休みですか？あ、これから仕事ですね。朝の9時から仕事なんで、仕事行くまでに配信やろうかなと思ってて、9時ぐらい、9時半ぐらいかな、家出るのは。毎日配信やってるんですけど、帰ってきたら眠たくて寝ちゃうと思ったんで、偉くはないよ別に。当たり前なことやってるだけだよ、全然偉くないよ。仕事行く前だって配信で食ってきたいんだもん。
配信で飯食っていきたいんだもん。毎日配信やんないとダメじゃん。みんなのか、みんなのコメントでね、見たいし。仕事行く前に配信とか元気ですね。いや、夜中に起きちゃって、夕方か、昨日の夕方に起きちゃって、で、寝れなかったんで、今寝たら遅刻するなと思ったんで、じゃあ起きてよ、と思って。あ、でも帰ってきたら配信できないから、じゃあみんなのコメント見たいから、配信すっか、と思って。うん。いや、まあ配信好きだからね、好きでやってることは辛くないっすよ。うん、好きなんですよ、配信が。本当に好き。好きっていうかもう愛してるよね、配信をね。もうライフワークで日課だから。楽しく思えること大事。いやいやいや、本当にね、楽しく思えること大事って言うけど、本当に楽しいんだよ。ただ楽しいから続けてるっていう。続けらんないよね。本当楽しくなかったらね。こんな。ねえ、なかなか金にもならないわけじゃん。3年半配信やってるけど、18万最高記録だからね。その前が、半年前ぐらいに12万ぐらい行ったことあるけど、10万、11万ぐらいだったっけな。7万とか行ったことあるけど。好きだから続けてるんだよ。やりたいことだからさ。風船ジョックありがとう、マーボーさん。薬剤師さんおはようございます。楽しんでってください。風船ジョックありがとう。期待してるよ。ありがとう。何を期待するのか分かんないけど、何を期待するのか全然分かんないけどさ、ありがとう、おはよう。おなつさんいらっしゃい。楽しんでってください。まどつ、おはようございます。昨日だけどさ、あのエヴァンゲリオンの話良かったよね。昨日あのエヴァンゲリオンの話したんだけど、結構いいなと思って。やっぱオタクネタはぶっこんでいきたいよね。
挨拶だけで子供の保育園の準備してきます。みんな忙しいね朝方は。いってらっしゃい。ハートプレゼントありがとう。いいよ。ありがとう。ナマス、おはよう。風船ありがとう。ありがとうございます。昨日のエヴァネタ楽しかったです。よかったよね。宮崎駿からね、ジブリの話から。結構楽しかった、俺も。久々楽しめたね。期待する？何を？まあまあありがとう。おはよう、朝バーガー、ありがとう。ハンバーガー、ありがとう。サンキュからこういう BGM にして癒される。なんかねリスナー増えないんだよね、減るんだよねこういう BGM。 一回最初の頃迷ったんだけどね、本当の和道さんを、うん、結構癒し系の BGM 好きなんだよな俺。落ち着くよね。好きな音楽流すよ。こんだけ喋らないのに、あのさ、あのさ、他の配信者もっと頑張れよ。俺さ、はっきり言って、これ、もう相当配信時間回してるけど、全く喋ってないぞ。これ、今やってる他の配信者、恥ずべき行為だよ、これ。こんなに100人の人が、ね、朝方、面白い放送を探してるわけよ。ね、ぶっちゃけ男子は俺全然喋ってないよ今日。これこの100人はね、俺のもうほんと1割ぐらいの力だよ今日。
こうやってだらーっつって、もう超だらけ切ってる1割に勝ってるんだよ、みんな。もっと本気出せよ、他の配信者。アイテムホールか、時間？いや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 、他の配信者もっと頑張って面白い配信やった方がいいよ。若手が。若手が取りに行かないと。ねえ。まあ朝だからまったりっていうのもあるのかもしれないけど。まあ普通に和道リスナーが、もうフォローしてる和道リスナーが来てる感じだろうね。新規は来てないと思う。風船ありがとう。風船10個ありがとう。まったりがいいの。朝方はね、結構まったり系の人が多いからね。まったり、まったりのレベルじゃないでしょ。もうずっとポケー、ポケーっとしてる感じでしょ。和道の放送いいわーっつって。無言がいいわ、和道の放送は。配信として機能してるのがすごいよな、これな。これはすごいわ。普通だったらかそるのにかそらない。ふわっちマジック。いやー面白いわ、ふわっち。大丈夫なの？もっこり系。面白いね。もっこり系ね。モロピー、モロダシさん、ありがとう、コメント。ナイスコメント。朝から笑ったわ。コメントリテラシーが高いね。もっこり系ね。もっこり配信。もっこり配信ってなんか大手になりそうだよね。ハートあり、風船ありがとう。ゆりか、風船ありがとう。サムネ変えた？和道さん、どうした？どうした？おはよう、ゆりか。風船ありがとう。クーさんおはよう。旅配信はいつから予定されてますか？まだ決まってないって感じかな。いろいろ、その、生活保護抜ける手続きがどうなるのかも俺には分かんないし、今度相談に行くんだけど、その時にまあこれくらい収入があるんで、どうですかねって言って。で、その後、まあいつ抜けましょうと。仕事いつ辞めましょうと。じゃあ、家をいつ引き払いましょうっていう。そういう段取りかな。楽しい人は嫌わ。今週も頑張る。ねえ、楽しいね。一緒に頑張ろう。やばいな。眠くなってきたわ。あ、じゃああと5分で終わりにしまーす。あと5分で終わりにしまーす。髪の毛セットしたり、歯磨いたり、いろいろやるわ。釈迦と遊んだり。一緒に頑張ろう。その言葉はほんまにいいね。そうだよ。人間は一人じゃ生きていけないんだ。俺らは寂しがり屋だから。ポジティブに行こうよ。釈迦かわいいよ。ほら。遊んで遊んでって言って。ハートプレゼントありがとう。寂しくない人間なんていないよ。寂しくない人間なんていないよ。
残り3分です。じゃあ最後に、この枠でフォローしてくれた新しい仲間を紹介していきます。みやぴさん、フォローありがとう。ジャックさん、フォローありがとう。戦国の花さん、フォローありがとう。シグマさん、フォローありがとう。エビさん、フォローありがとう。ユナさん、フォローありがとう。うん、行ってくるよ。あ、みさきちゃん、ありがとう。風船。ありがとうね。今日はね、多分帰ってきても放送やらないから、今日の夜の放送はなしで考えておいてください。もう寝ちゃいますね、僕は。皆さん今日も一日頑張ってください。うん、また明日。バカプレゼントありがとう。花火のタイミングがない。おっかれ。花火今花火今花火今花火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 今エリさんありがとう。よいしょ、行きます。楽しみにしてます。ありがとうございます。そうそう。まあ、寝る前とかこういうヒーリング系いいよね。この音楽結構好きなんだよ。はい、みさきちゃんお疲れ。ありがとうね。今日は四つ目見てます。うん、 YouTube 登録して、 YouTube と Twitter フォローよろしく。まだの人は、うん、ありがとうね、みんな。うん、旅配信一緒にやろう、うん、お疲れ様。チオお疲れ。みんなお疲れ。ありがとうね。みんな頑張ろう。ういー、みんな頑張ろう。エリちゃんありがとう。よっしゃ、頑張るぜ。てかエリちゃん仕事行ったんじゃなかったの。2回。よいしょ。3回。ありがとね。お疲れ様でーす。タイミング？いや、今でしょ。マボ、今だよ。お疲れ。ありがとうございます。3000円ぐらい稼いだ。職場ついたんだ。頑張ってね。俺も仕事行くから。今日も一日みんな頑張ろう。頑張りましょう。お疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。